遠藤航、ファビーニョを上回ってしまう。リバプールで長らく守備的ミッドフィルダーを担っていたファビーニョも外役としての役割を果たしていることを、遠藤は数技量で証明。解析記事では昨季全ての公式戦を通した数値で、遠藤はファビーニョを上回った。90分平均のタックル数 2.22 対 2.19、インターセプト 1.50 対 1.25、ボール奪取 6.8 対 5.9、相手サードでのボール奪取 0.92 対 0.71、そしてパス数 64.4 対 60.3 と綴られ、存在価値の高さを伺わせる数値をマークしていることが伝えられた。前世紀のファビーニョは完全に世界トップレベルのアンカーで実際にチームにタイトルをもたらしたけど、昨シーズンのファビーニョは正直かなり不調というか衰えが見えたからな。いつのファビーニョかなと思ったけど、やっぱ昨シーズンの壊れたダイソンの時だったか。誇らしいデータだけど、遠藤はまだ1シーズンフルで戦ってるわけではないから、この比較にどこまで意味があるかは何とも言えないですね。ブンデスのデュエル勝率ナンバー1は伊達じゃない。遠藤選手は日本のサッカー界の歴史を変えた選手だよな。まず奥田に特集されるってだけで注目度の高さがわかる。遠藤が今の活躍を継続できればレーティングはもっと伸びていきそうだね。期待値上がってるアジアカップ方が勝負だな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。